はい、レオンチャンネルです。妖怪メダル第1章をボックス買いして、まずは半分の6パックを開封しました。結果はキーメダルが4枚とノーマルメダルが8枚でしたね。しかも1種類しか被らなかったので全30種類中11種類をゲットしました。では今回の動画では残りの6パックを一気に開封します。前回は1ボックス12パック入りの前6つを開封しました。今回は後ろ6つですね。そして今回狙うのは一番レアのこのキャンペーンメダルのトパニャンとサファイニャン。ボックス買いすれば1枚くらいはキャンペーンが入ってるんでしょうか。では開けます。これが累計7つ目ですね。まずは1枚目、わっ、幻ですね。かぶっちゃいました。2枚目、あ、持ってないですよ。これはワルニャンが入ってました。合成妖怪ですね。よろしくの妖が妖怪の妖になってます。はい、2つ目、せいのドン、お、ドンヨリーヌ。2枚目、うん、力持ちか。はい、この2枚が入ってました。では3パック目、キャンペーンかキーメダルお願いします。せいのドン、うわー、キャンペーン来た。サファイニャン、ちょっと一回切りましょう。ここでキャンペーン入ってましたよ。きらめきがもう全然違います。これが普通のキーメダルですね。ほら、出ました、激レアのサファイニャン。もしかしたらワンボックス買えば1個は入ってるのかもしれないですね。これを 3DS で使えばおそらくサファイニャンがゲーム内で登場するんですよね。では2つ目、あ、セミマルですね。この妖怪はゲームでかなり使ってましたね。今はもう進化しちゃいました。今回も全然被らないですね。では4パック目。わあ、電白小僧。これはもう出ましたね。2枚目。わあ、力持ち。キーメダルが全然出ないです。はい、5パック目。あー、ダルダルマ。これももう出ましたね。2枚目。ノガッパ。ノガッパは僕のパーティーで現役で活躍してます。これ結構強いんですよ。はい、今回最後、6パック目。ワンボックスの12パック目ですね。はい、せいの、ドン。お、また幻だ。最後、金メダル、お願いします。せいの、ドン。あー、でもこれも持ってないやつですね。ノーマルですけど、肩乗り小僧でした。ということで、後半は、まさかの、キーメダルがゼロでした。11枚のノーマルメダルと、激レアのキャンペーンサファイニャン。このラインナップでしたね。ワルニャンと、ノガッパ、セミマル、肩乗り小僧、ドンヨリーヌと、電白小僧、それと、幻が2枚と、ダルダルマと、力持ち。ただ、ドンヨリーヌと、電白小僧と、幻と、ダルダルマ。このあたりは持ってますので、純粋に新しいメダルは6枚ですね。では新しい6枚を音声確認します。まずはサファイニャン。サファイニャン。なんか凛々しい声が入ってました。サファイニャン。続いてワルニャン。これはいい音声ですね。そしてノガッパ。そしてセミマル。これは最初に仲間になる妖怪ですからね。セミマル。肩乗り小僧。空影ショウカー。空影俺たちの狼。肩乗り小僧。肩乗り小僅。最後は力持ち。この力持ちに憑依されると一時的に力持ちになります。力持ち。そして今回の分も登録しましたので、これでかなり集まりましたね。でもやっぱりキーメダルがまだまだ少ないです。あとはガシャポもやらないと揃わないですね。
ただ激レアのサファイニャンはとりあえず手に入りました。そして今回のボックスのアソートは12パック24枚でキャンペーンが1枚、それとキーメダルが4枚、ノーマルメダルが19枚ですね。そのうちダブリが5枚でした。思ったよりダブらなかったのでアソートはやっぱり良心的ですね。はい、ということで妖怪メダル第1章を紹介しました。とりあえず今回の開封で全30種類中19種類は手に入りましたから、また見かけたら買ってきます。ただこれは人気商品でなかなか売ってないようですね。以上、妖怪メタル第1章ボックス開封レビューでした。